衝撃、平野翔が熱愛報道に巻き込まれない本当の理由とは内側から溢れ出る情熱と夢に迫る。平野翔恋愛を選ばない深い理由。親孝行と夢実現への道。最新ニュース6月16日。平野翔彼の名前を聞くだけで、多くの人々がその魅力的な笑顔と圧倒的な才能を思い浮かべることでしょう。 彼はアイドルとしての地位を確立し、数多くのファンを魅了していますが、その人気にもかかわらず、彼のプライベートな恋愛についての報道はほとんどありません。それはなぜでしょうかこの記事では、平野翔が恋愛報道に巻き込まれない理由について深く探ってみたいと思います。まず、平野翔のプロ意識について触れないわけにはいきません。彼は非常に高いプロ意識を持っており、 常に自分の仕事に全力を尽くしています。多くのファンが言及しているように、彼は自分が今何をすべきか、何を最優先に考えるべきかをよく理解している人です。彼の現在の最優先事項は、明らかにナンバーアンダーライン愛としての活動です。新たなデビューに向けて、彼は最大限の努力を惜しまず、全力で取り組んでいるのです。このような強いプロ意識は、 彼が恋愛に時間を割く余裕がないことを示唆しています。実際、多くのファンも彼が恋愛よりも仕事と夢、そしてファンのために尽力していると感じています。同年代の他の人々が恋愛を楽しんでいるのを見ると、彼も恋愛したいと思うかもしれませんが、それでも彼は自らに言い聞かせ、今は恋愛の時期ではないと決めているのでしょう。さらに、平野翔の家族への愛情も無視できません。 彼は非常に家族思いの人物であり、その姿勢はファンの間でもよく知られています。特に母親への思いは深く、彼女を幸せにすることが彼の一つの大きな目標となっています。母親が再婚し、新たな旦那様が彼女を支えてくれていることも、平野翔にとっては大きな安心材料でしょう。しかし、彼はすでに十分な親孝行を果たしていると感じており、 母親が彼の幸せを自分の幸せと感じていることもまた事実です。彼の周囲には同級生や昔からの友人がいます。これらの人々と結婚することを望むファンも多く、その理由は彼が本当に心を開ける相手であれば、より幸せな結婚生活を送れるだろうという期待から来ています。実際、彼の人柄や姿勢を見ていると、彼が素直で真摯な人間であることが伝わります。 そのため、彼が目標に向かって全力を尽くしている姿を見て、ファンは応援せずに入られないのです。現在、平野翔と彼の仲間である岸くん、神くんは、世界進出という大きな夢に向かって努力しています。この目標は、彼らにとって非常に重要であり、その実現に向けて全力を尽くすことが、彼らの今の最大の関心事です。このような状況下では、 恋愛に避ける時間やエネルギーはほとんどないと言っても過言ではありません。彼らは夢の実現に向けて無我夢中で取り組んでおり、その姿勢はファンにも強く伝わっています。また、平野翔のファンに対する思いやりも特筆すべき点です。彼は非常にファン思いであり、ファンのためにインスタライブを行ったり、忙しい中でも時間を割いてファンとコミュニケーションを取ることを忘れません。その姿勢に、 ファンは深く感謝しており、彼のプロ意識の高さを感じています。さらに、平野翔が恋愛報道に巻き込まれない理由として、彼のストイックさと人見知りな性格も影響しているかもしれません。彼は非常に真面目で、半端なことはしない性格です。恋愛についても、真剣に考えているからこそ、今はその時期ではないと自分に言い聞かせているのでしょう。また、彼の性格から、プライベートな部分を、 あまり公にしないようにしている可能性もあります。一部のファンは彼が実際には恋愛をしているかもしれないが、それが表に出てこないように非常に慎重に行動しているのではないかと考えています。もしそうであれば、それもまた彼のプロ意識の一部と言えるでしょう。彼は自分の立場や影響力をよく理解しており、そのためにプライベートな部分を慎重に管理しているのです。 平野翔のこれまでの行動を見ていると、彼が非常に頭の働く人物であることがわかります。彼は自分の行動がどのような影響をもたらすかをよく理解しており、そのために慎重に行動しています。彼のプロ意識の高さと、ファンや家族への思いやりが、彼の恋愛報道が出ない理由の一部をなしているのです。平野翔がこれからも夢に向かって進んでいく姿を見守りたいと思うファンは多く、 彼の成功を心から願っています。彼のプロ意識の高さや家族思いの姿勢は多くの人々に感動を与え続けています。彼がどのような道を歩むのか、どのような夢を実現するのか、その未来に期待せずにはいられません。最後に、平野翔に関する熱愛報道が今後どうなるかはわかりませんが、彼が自分の夢と目標に向かって全力で取り組んでいる姿は、 多くの人々にとって大きな励みとなっています。彼のプロ意識の高さや家族思いの姿勢がこれからも彼を支え続けることでしょう。読者の皆さんも彼の未来に期待しつつ応援し続けていただければと思います。もしかしたらいつか彼が公に恋愛を語る日が来るかもしれません。その時には彼の成長とともにその決断を尊重し祝福することができるでしょう。 翔くんのストイックさと人見知りとでなかなか熱愛に発展しないのかな。ファンとしてはおじさん友達と遊んでるって聞くと安心してます人間性が関の翔くんは彼女が欲しいと思ったらいつでもできると思うから今は挑戦を続けてほしいな。噂や匂わせばかりで報道もないし何か写真撮られたっていうこともないしプロ意識高いなって思います。自分の立場とかをきちんとわかっているんですよね。 自分がもたらす影響力も、頭が働く、すごい人です。だから、応援したくなる。夢に向かって進んでいる翔くん、ナンバーアンダーライン愛を全力で応援しますよ。さすが最高の推し、これからも変わらずずっとずっと応援します。来年が楽しみだな。実際にはわからないですけど、彼女持ちでも取られない。表に出てこないのはすごいね。 出てくる時は結婚する時かな。翔くんの恋愛観は外見じゃなくて中身だっていつも言ってるわね。だから簡単には好きにならないのかも。どんな人と巡り合うのかしら。今から覚悟だけはしておかなくちゃ。翔くんの彼女はナンバーアンダーライン愛のメンバーとファン。二人といる時の翔くんも引退してくれている時の画面越しにこちらを見てくれたり。 コメント読んでる目は完全に彼女に対して向けてる目よ。この先いつかは彼女できるでしょうけど、きっと彼ならちゃんと本人の口から伝えてくれるまだしばらく先でしょうけどね。それまでは翔君の彼女として自分磨き頑張るぞ。翔君にだって本当は彼女いるかもしれない。いてもおかしくないし、いて当然だとも思う。でもタッキーとの約束もあるから当分はこのまま信じて応援できます。 もしその時が来たらファンのことを考えて約束を守ってくれた翔くんに素直におめでとう。って言えると思うな。